皆さん、こんにちは。今年も残りわずかということで、で、最近、スカンジのナイフをよく使うことが多いんですよ。前回の動画でもそんなようなこと言ってたと思うんですけど、で、こちらになるんですけども、カストロム、ラースファルト、で、鋼材が、 スレープナーっていう鋼材になるんですけども買い直しなんですよね以前使ってたことがね YouTube 始める前だったと思うんですけどもスペイン工のね K720 っていう鋼材のを使ってたんですよね今はもうスレープナーしか売ってないような感じもするんですけどでもスレープナーの方が間違いなくいい鋼材だと思います で、先に、シースからいきますか。シースは、作り的にね、BRK よりはいいと、ほいいように、感じます。うん。これがまあ、スタンダードな、シースになるんですけど。でね、今、ファイアスチーループ付きのがね、ラースもね、 売ってるんですよねで以前はうんウッズマンとかフォレストに関してはループのねあるなしがね両方あったんですけどラースだけなかったんですよで廃盤になってるナンバー14っていうシースを代替で使ってくださいっていうふうにメーカーでは言ってたんですよねで皮の厚さは3ミリ なるんで、まあ、スタンダードなものになるんですけど。で、メーカーからも <coughs>、ダングラーを出してるんですけども、カストロムのね、ダングラーも、昔ですね、カストロムのナイフ何本か買ってるんで、3本か。で、その時にダングラーも <coughs> 買ってるんで,で、色はね、メーカーではコニャックって言ってたと思うんですけども、 まあ、ブラウン、ダークブラウン、ブラックっていうようなバリアントで売ってますね。あと、カイデックスも今最近多いみたいですけど。で、JRE のをね、使ってるんで使わなくなっちゃったんですけども、JRE もカラビナはね、カストロムのを使ってるんですよ。で、なんとなくカラビナは逆向きにしちゃってるんですけども、本来では、このカストロムのロゴが入ってる方が正面になるんですけど、 <laughs> で、本来は、まあこういう状態になってるんですけども、つけるときは逆さを向けた方がつけやすいです。で、すべての、ほとんどですよね、すべて。私の知ってる限りのレザーシースは、これですべてダングリングが可能ですね。このまま使ってもいいし、 まあ、つけてから逆に向けた方が、やりやすいですね。これ、こうなるからね、つけづらいんですよ。なので、横を向けた方がつけやすいですね。で、取るときもそうです。こういう感じでできるんで。で、まあ、ファイアスチーループ付きの、 買おうかなって最初思ったんですけども結構ねシースもね私たくさん持ってるんですよねで、まあ、どうしようかなと思ったけどまあスタンダードのにいいなと思ってスタンダードにしたんですけどもこれがあるんでねこれは JRE の見えないかな M なんですよこれにねスパッと入るんですけども フォーアンドハーフを入れるのにちょうどいいですね。ただブラボーとかは入らないですね。ガードがきついのは入らないんで。あとはハンドルが太いものとか。これでガッチリ入るんでね。これもカストロムのファイアースチールになるんですけども。木目もいいですよ。で、 本気でいくんであればこれでいくと思うんですけどもまあこれをね持ってって現地でベルトキャリーっていうのもいいと思うんですけどもまあどちらにするかはね使いながらしていけばいいんですけどで釣ってるといいですけどねまあスレープなスレープにいる。 どちらも正しい読み方だと思うんですよ。スレープナーが多分英語読みで、でスレープニルが北欧になると思うんですけどで、スウェーデンのメーカーになるんですよね。で、このスレープナーを、これで2本目になるんですけども、ライオンスチールの M5 だったと思うんですよ。 レベ,ベルもね、高くてね、ブラボーを少し大きくした4.5か5インチどっちなかちょっと忘れちゃったんですけど、5インチだったな。<laughs> 似たような形で、ね、レベ,ベルはね、高くてね、いいなと思って買ったんですけど、ホローグラインドなんですよね。で、研いだこともあるんですけども、その時はね、ホローグラインドだとやっぱり研ぐのがね、早いんでね、 柔らかいのかなっていうような感じにもなったりするんですけども。で、もう使い直しなんでね。一応箱出しでは使ったんですけど、もともと私は、こういうね、ブラボーワンみたいな、ハイグラインドのね、コンベックスが好きなんで、 まあ、ローグラインドもね、うん、まあ、ハイグラインドの方が好き。まあ、これほどハイグラインドにはしようとは思わないですね。そこまでするんであれば、別のナイフを使った方がいいなっていうふうに思うこともあるんで。で、このね、ヒートトリートメントを変えて、で、 ちょっとね、あんまりね、そういう熱処理とかの話はね、私詳しくないんで、アバウトなんですけども、メーカーではね、このスレープナーに関して、HRC50 から、59から60。で、よりタフにしたあるんですよね。粘りを上げてる。っていうように言ってるんですよ。だから市場で一般的に出てるものよりはタフなんだよっていうことですね。で、それに伴い、 ウェアレジスタンス対摩耗性も上がってますよっていうことなんですよ。まあでもね、今ね、カーボン。これもトゥールスティールになるんですけども、私こういうクルーウェアとか 3V が好きなんですけども。で、まあカーボンっていう表記も、うーん 間違ってはいないなと思うんですけどまあ、非ステンレスって言い方とかね、トゥールスティールになるんですけども、ステンレスを除いたら、多分 3V クルーウェアっていうのは、私にとってはベスト鋼材。で、他のものっていうのは、まあ、カーボンでね、一般的なカーボンでいいものもあると思うんですけど、でもクルーウェア 3V には及ばないのかなっていうふうに 思いますね、うん。実際そうなんだと思うんですけど。で、CPM、まあ、クルシブル、アメリカの会社になるんですけども、これはウッテホルム、スウェーデンの会社ですね。ただ、ボーラー、ウッテホルム、まあ、合併してるんだと思うんですけども、ボーラーはオーストリアの会社になるんですけど、で、ステンダとね、 ヨーロッパの方だと圧倒的に評価が高いものや人気があるものっていうのはボーラーの M390 と LMAX になるんですよね。まあ、LMAX が一番アメリカでも人気はあると思うんですけどでサンドビックでいくとあそこのね非ステンレスの鋼材でいい鋼材っていうのはちょっと私は知らないんですけども、まあ、14C28N は人気が まあサンドビッグの中では一番最新スティールなんだと思うんですけどでねこの59から60でもともとスレープナっていうのは D2 のステップアップさせたっていう鋼材になるんですけどもだからハモチは D2 並みで D2 もねハモチはねいい方なんですよねただタフネスが弱いでタフネスに関しては まあ、A2 以上になるんですけどでねよく昔見てたのはねこのスレープナーと D2 の比較をされてる方っていうのはものすごく多いんですよねただね 3V とねクルーウェアとかのと比較してる方っていうのはうーんいなかったような気がするんですよねまあこれもねコンベックスになってるんで 元々ね、ベベルは7ミリ程度ぐらいでした。で、今、切り、トイで切り上がってるんで、両方ともね、非対称とかではないですね。ただ、左側の方が少し平らなような気がしますけど、少し上がっててね。9ミリ程度ですね。まだ1センチいってないんですよ。ただ、これ半分ぐらいまで上げた方が、私個人的には多分使いやすくなるんだろうなと思うんですけど、ただ今、そこまで上げる気はないですね。もう少し使ったら、 また2ミリぐらい、1センチ超えるぐらいのベベルにしようかなっていうふうに思ってるんですけども。でね、まあ、箱出しはね、まあ、私がもともと好きじゃないっていうのもあるんで。で、皆さんにはこれから、この研いだ状態のをフィールドでご紹介したいなっていうふうに考えてます。でね、あとね、ハンドルになるんですけども、これ、カーリーバーチ。 私は個人的に <laughs> ブリサとかヘレとかのナイフも使ったんですよね。で、カーリーバーチを使ったんですけども、その中では私はカストロムのこのカーリーバーチが一番質感がいいなっていう風に感じてるんですよ。で、メーカーの人と何回かやり取りはしてるんですけども、で、 これカレリアの森で採れる最高の白樺を入手してるっていう風に言ってたんですよね。で、カレリアの森っていうのはね、フィンランドとロシアの国境ぐらいのところにある森なんですけども、まあその辺の話とかを聞いて、思いがまあ詰まってる感じでしたね。で、これライナーが入ってるんですけども、ブラックライナー。 マイカルタ、確かリネンマイカルタって言ってたと思うんですよね。スペーサーが入ってるんで。でね、絶対的に全部じゃないんですけど、あの、このね、パッと見こういう、特にね、動画とかになるんですけども、カタログとかね、こういう黒い筋が入ってるのが、よく見えがちなんですけども、 内側はねどちらかというと黒い筋が入ってて悪くないんですよ黒筋が入っててこちらはねあまり入ってないんですよねただこの辺のねちょっと模様をよーく見ててほしいんですけどもどんどん濃くなってきてるの分かりますかねこれねグラデーションみたいになるんですよでブリサとヘレのものでこういうグラデーションが出たものっていうのは 多分、カリバーチでね、カストロムは全部こういう感じだったと思うんですよね。バーチはラストフォレスト、フォレストっていうのはナンバーテンですね。あの、買ってこういう感じになるんですけども、ヘレとブリサも、ヘレに関しては、私がね、一本ね、今もう譲渡してないんですけども、大事に持ってたカリバーチの カリバん話してんのかあのハンドルでこういう黒筋はないんですよただこういうグラデーションみたいのが出るものっていうのが1本だけブリサとヘレの中では1本だけあったんですよねでこれヘレの手間紙になるんですけども完全に好みなんですよただねこういう質感はカストロの方がいいですねでヘレとブリサもあんまり変わらないんで で、カストロムも、これは何も確か表記ないと思うんですけども、この中でまた、スタビライズウッドっていうバージョンでも出てるんですよね。ただこれ、スタビライズされてんじゃないのかなっていうような質感なんですよね。こっちは明らかにされて、もうナチュラル。ただね、こういうナーチャーな私ね、のも好きなんですよ。ただ、本当よりよく美しいハンドルっていう風に感じるのは、 こういうグラデーションですね。ま、カリコアの時とかにもお話はしてると思うんですけども、ものすごくいい質感ですね。で、スペックになるんですけども、うん、重量はね、186g。これ実寸ですね。でね、ブレードはね、4& ハーフで 11.5cm になるんですよ。 全長は忘れちゃったな。全長は23。で、23っていうと、実は全長でいくと、手間紙とかブラボーワンと変わらないんですよね。まあ、厚さは全然違います。4ミリ厚なんでね。で、4ミリ加工なんで、 ちょっと4ミリより薄くなってると思うんですよ。3.97ですね、一番高いところで。でね、これね、ハンドルがね、実はね、短いんですよね。つってるかな こうややるとかかりやすいかな1センチまでいかないかもしれないですけどねこちらの方が長いですよねでね一番ねスカンジのね車 <laughs> スカンジのものをね何本か持ってきてるんですけどもちょっとねあまり 長いくなりそうなんで、ちょっとまたね、比較をしたいなとは思ってるんですけど。一番よりよく似てるのが、ブッシュクラフターですね、スペックが。こちらの方がね、少し重いんですけどね、スケルトン、BRK のブッシュクラフター2はされてないんで、で、ランスはね、真ん中抜いてあるんですよね。大概、大概北欧のナイフっていうのはここ真ん中抜いてあるような。 感じだと思うんですよブラボーもねほんとはこ今は多分抜かれてないと思うんですけどここは抜かない方がいいなと思うんですよねまあバトンなんかする時一番深くかかりますからねでメーカーでもねこれに関してはヘレと違ってバトニングどんどんいけよまあしても大丈夫でそういう設計にもなってるからサバイバルナイフまあクラフトなんかとかも全部そういうの含めてデザインされてて、ね、サバイバルナイフだよって言ってるんで ヘレみたいなことは言わないですよ、うん。今ね、私はまだこれもそんなに使ってないから何とも言えないんですけども、ただ私が感じるものは、クルーウェア 3V に続くスーパースティールなんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。腐食なんかも 一般的なカーボンより高いんですよ。だからねタフネスがね、まあ、クルーウェアの方が 3V より低いんで、クルーウェアぐらいあるのかっていうのと、腐食はまあ多分同じぐらいなのかなっていうふうには思ってるんですけど、あとはエッジリテンションですね。あの、ウェアレジスタンスと違って、エッジリテンションの出し方っていうのは、その人のね、感覚でね、 使い方とかででね、変わるんですよよくねちょっと仲間内で少し話をすることがあって必ずしもウェアレジスタンスが高いものがフィールドで刃持ちがいいっていうことはないっていうんですよね私もそう思います、うん、デザインも好きですねこれがカストロムラースフェルトウッデンホルムスレイプナーっていうことになります では、またね、現場で紹介しますんで。ありがとうございました。またよろしくお願いします。